緊急事態緊急事態。なんだなんだ、もうデッドバイデイライトの次の動画投稿が迫っているのに全くコンセプトが決まってない。最近新しいパーク出たし、その辺適当に使うのはどうだろう。投稿主が適当とか言うんじゃねえよ。バカ野郎、もうその手の類の動画は出回ってるし、今やったところで2番戦時どころか100番戦時。もはや水じゃねえか。畜生、毎回かなりこじつけ気味にコンセプトつけてきたけど、もう本格的にきつくなってきた。あの霊夢さん、どうしたマリササボテン長。せめて参謀長にしてください。っていうかその、もうカメラ回ってます。今のオフレコで、もう無理だよ。はい、そんなわけで今回も始まりました。さっきの地獄のようなやりとりからよく切り替えられたな。任せてくださいよ。霊夢ちゃんにかかればどんな状況でも切り替えられる。明日の霊夢ちゃんが頑張ってくれるからな。ただの問題の先送りじゃねえか。さて、察しの良いうちの視聴者はサムネと茶番で、今回はオフレコを使用したものであると気づいていると思いますが、こんなドマイナーパーク知らない人の方が多いだろ。出た出た、そうやって大人はすぐに決めつけ。お前はどこの立場なの？実は意外にも知られてるかもしれないだろ。なんでそんなに知られてる推しなんだよ。いや、だって知らないパークだと解説入れないといけないじゃないですか。もしかして解説面倒下がってます？うん、即答じゃねえか。いや、でもやっぱり人に聞くばっかりだとダメだと思うんですよ。ある先人たちは言いました。ググレカスト。先人ブチギレてない？まあどうせコメント欄とかで知識見せびらかしに気が湧いて解説してくれるでしょ。それはそれでコメントしづらくなるだろ。あれ？味方がどっか行ったと思ったらキラーってたわ。ウケる。いけんな。さて、見つかったことにより解放が鎖に片足突っ込んだ状態。まあヨーグルトぐらいか。美味しい解釈にしようとするのやめてくれます？しかしキラーに見逃された模様。なんか発電機蹴るだけでどっか行っちゃった。まあ解放腐らずに済んだし、結果を。いやまあ大丈夫なんですけどね。めちゃくちゃ叫んでたけど。そして私の超絶技巧によって修理完了。お前オーバーチャージ外しただけだろ。ドクターのイタチおばちゃ型は珍しいな。まあオーバーチャージなんて知ってれば誰でも外せ。なんか急に来たんですけど。まあ外せるんですけどね。こいつ調子乗って顔がでかくなってやがる。それにしても迫害は初めてだな。新しいパークだな。不安の元凶ついてたら悲惨なことになってた。まあなんとか交代も止められたし、発電機もあと3台。割と順調だな。さて、このまま発電ゴリゴリ進めていきたいとこだったけど、ここでチェイスがスタート。とりあえず釣られたフックから遠ざかる。さて、皆さんお気づきでしょうか。ここで解放の発行が進んできました。マジでこいつほっといたらすぐ腐る。よくいたよな、給食のパン残してロッカーの中で腐らせるやつ。え、解放腐らせるのって同じ扱いなの？もはや腐り霊夢だな。ゆっくりとしてのアイデンティティを削るのやめろ。でも味方の救助は通ったみたいだぞ。最悪無理救助して解放だけでも使えるようにしようと思ってたのに。最悪が過ぎる。まあこうなったらやれるだけやってやりますよ。まずここで板の読み合い。キラーの挙動に合わせて、もう自信なくなってるじゃねえか。でも板倒しじゃんけんには勝ちました。ほぼ勘だろ。いやー、階段に引っかかった。全然バリアフリーになってねえじゃねえか。怒るとこそこなんすね。っていうか本当に解放がまずい。鎖まで王手とチェックメイト同時にされた気分なんですけど。一角闘技戦やめろ。しかも目の前の発電機回してる。ここで私がダウンしていたし、使われたら目も当てられない。とりあえず解放が腐らなくて。よし、以上現場の霊夢さんでした。まあこのようにですね、仲間が釣られることで結果的に解放が使えるようになったのでチャラです。お前の中ではな。そして今味方が追われてるの忘れてたー。それでも外せるんですけどね。まずい、ゆっくりムービーメーカーの画像拡大最大値だ。安心してください。お前がそれ言うと不安しかねえよ。 AVI ユーティルを使えばさらに拡大が可能です。無駄な編集知識を披露するんじゃねえよ。でもおかげさまで発電機も修理完了。そしてなんなき通電。でも今ダウンしてる人ラストだろ。この状況、キラーなら必ずゲートを止めに来る。ノーワンがあったらまだわからないからな。そこであえて負傷してる私がゲートを開けるまでのタゲを取ります。いつもならゲート開けてる奴が追われるのをロッカーの中で見守るあの霊夢さんか。ことタゲを取ることに関しては私を超えるものはまあまあいない。軸がちょっと微妙。さて、ノーワンはついてないことがわかりました。ゲートも開いたみたいだな。まあ完璧なキャンプができるドクター相手に何の策もなく通電後釣られる私じゃない。キラー離れてったぞ。あーあらよっと。ははは、残念だが私は解放で帰らせてもらう。これがなきゃ最後にタゲ取るなんてしないよな。じゃあなドクター、おばちゃん迫害は面白い構成だったけど、私には通用しなかったようだな。拡大によって回転するんじゃねえよ。さて、2試合目が始まったところで問題が発生しました。まだ何もしてないのに。はっそう。さっき調子こいても意味に回るからだろうが。でもそれは意味にとらわれすぎじゃないでしょうか。なんか始まったんだけど。すべての行動に意味を求め、行動すべてを合理化しようとする。しかしそれは人と言えるのだろうか。感情という人の特権を失ってはいないだろう。感情に任せた結果生えてるじゃねえか。想像以上に効いた。なんかパンチもらったみたいに言ってるけど全部自分がしたことだよ。さて、気を取り直して発電機直していきましょう。私あいつのこと許さねえわ。しかも自慢の隠密性能を発揮して茂みとどうか。これ私が追われるやつでしょ。しかしキラー索敵がうまかった。これには霊夢ちゃんもにっこり。あらいいお顔。さて、先ほど釣られたクローデットを眺めつつ発電。なお救助には行っていない模様。でも救助されたみたいだし、結果的に私が行かないことで救助かぶらずに済んだ。しかしすごい勢いでトンネルされていく。さすがにかわいそうになってきたな。霊夢さん微動だにしてませんけど。
何言ってるんですか、仲間ですよ、見捨てるわけないでしょうが。さっきから動く気なさすぎて視線も動いてない。やばい、フレディ飛んできた。こいつ全然発電の手を止めねえ。ワークすると絶対発電機に背を向けている状態だから、このように焦らず隠密することでやり過ごすことができます。キラーも救助ガキになってすぐ戻ってったな。そんなわけでこの発電機は修理完了。できればトンネル対象が死ぬまでにもう一台直したいな。さてマリサも見捨てる側に来たところで、さっきの人が死んでしまいました。ストライク内もバレてたししょうがねえだろ。しかも嫌なところにいたち使いに来やがった。いや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 、お前そこで粘る気かよ。隠れる気すらねえじゃねえか。バレなかったわ。なんせ発電機直してたら証拠りもなくまた来やがった。しかも今度は見つかるっていうね。ウケる。もうお前のツボがわかんねえよ。イタチがあること考えたらこいつはダウン取るまで追ってくるな。そして味方の一人はさっきの発電機が回りかけているのを知っている。ならばマップ対角でチェイスするのが基本。さてこいつが死んでイタチを使われるのが先か、発電機がついてからこいつが死ぬのが先か。待って、私結局死んでない。今回は霊夢ちゃん隠密うまいデイですからね。実力が日替わりじゃねえか。残念だがチェイスと見せかけてこのまま任せてもらう。うわー、そして解放が死亡。うわー、うわー、うわー、うわー。現実逃避にかこつけてグアムに行くな。私も連れて行け。でも味方の発電は間に合ったみたいだな。温度さえぐくない。まあ日本は今冬ですからね。グアムと日本の話はしてねえよ。でもいい感じに一人がタゲを取ってるから、これは私の救助が通りそうだな。これでやっとオフレコが発動するな。オフレコはフックから抜けると発動するパークで、80秒間負傷によるうめき声を出さなくしてくれる。でもそれだと完全にアイウィルの介護官だろ。だからまだ別の効果があるんだろ。当たり前だの。クラッカー、クラッカーでぶちのめしてやろうか。オフレコの発動中はキラーの可視効果のあるパーク、アドオン、能力から一切映らなくなる。だからこのようにバベチリ搭載フレディも、私は見えてないから飛んでこれない。残り発電機的にイタチを人がいるかどうかわからんとこには使いたくないからな。ってお前勝手にグレート連続ゲーム開催すんのやめろ。さて味方のタイミングいい救助のおかげで通電。しかも救助された人ストライク持ちだぞ。ここは自分の回復は後回し、全力でゲートを開ける。こいつちゃっかり地の番人の警戒もしてやがる。脳案内から違うと思うけど一応ね。そんでお前これからどうするんだよ。とりあえず大学進学して企業就職かな。進路の話はしてねえよ。この感じ救助に行くのか。当たり前だ、産地のクラッカー。おやつでもらったのかな。これは私の勘だけど多分味方はボンドか血族がついてる。だから私も救助に参加すればなんとかなるかもしれない。さて味方のダメージ覚悟の無理救助。ここで何としても味方とキラーの間に体をねじ込む。道壁成功。はい、もう知りませんからね。あとは自分たちで何とかするんですよ。それじゃあ霊夢さんも自分で何とかしてくださいね。待って、嘘でしょ。なんでデッパ吐いたペンギンより私を追ってくるんだよ。さて距離的にデッパ失敗すると脱出できません。いやー、ステインはもうすぐそこ。感じるんだ。攻撃のタイミングを。見えた。いや、知らない人を釣り込んでるから。ここだー。うわ、こいつ本当に避けやがった。まあこれが私の実力ってやつですよ。うん、ここはまあ丸一日編集してたらわけわからん編集したくなるもんですよ。精神に異常をきたしすぎだろ。さて試合もかなり終盤。一人持っていかれたけど発電機もラスト。今釣られてる人が救助できるかってところだな。とりあえず味方が救助に行くの見えたからなんとかしてくれることにかけよう。その後なんとか通電。しかし釣り交換となった仲間がなんと近。これは見捨てるまで待ったなしかと思われましたがギリギリで踏みとどまりました。救助行く前に見捨てるかどうか考えるのうちだけだろ。しかし今回は助ける算段がある。現在何かの手違いでなければ解放が使える状態にある。お前どんだけこのパーク使えないと思ってんだよ。そこで解放を使用したゴリ押し救助を決行しようと思う。好きあらばゴリ押し。まずなるべく無傷でフックの前まで行きたい。しかし見つかってしまったので走ってゴリ押します。もう最終手段じゃねえか。いや、地元では脳筋の牛の嘘っちゅうの霊夢さんとして有名でしたからね。悪能だし最後の危ねえから病院に行け。よし、フックからは助けてやった。あとはお前が頑張るんやで。こっからお前はどうするんだ。まずストライク警戒で先に私が釣られます。そしてまだ近くにいるであろうさっきの人を探しにキラーが離れます。そこで気を見計らって解放で自力抜け。いや、めちゃくちゃ上で鼻歌聞こえるけど。味方が事故る前に早めに抜ける必要があった。はい、とりあえず出待ちの斧はデッハでかわす。さらに小屋板に一と見せく。ゆっふー。だが俺のターンはまだ終わっちゃいないぜ。いや、お前もう解放吐いたし、ストライクも持ってないだろ。それがどうした。なんだって。あからさまな無理救助。さらには解放の行使。これらから導き出されるミスリード。まさか今までの動きはストライクブラッセの布石ということか。そこは私が言うところだろうが。すまん、台本見てなかった。まあ何はともあれキラーは私を担げなく。まだだ、まだチャンスは残ってる。今度は地下に釣られていない。救助のされ方によっては全然いける。ここでキラーの一瞬の隙を突いた救助。しかも手厚いゴロ逮捕権。はははは、は見たかこの圧倒的チームワーク。でもキラーに前を塞がれたぞ。ライフで受ける。そしてここからレイムちゃんのお箱ゲー。ただ勘でデッパ打つだけだろ。お黙り、かませ、デッドハード。ミスさあ、いや、すいません、置いていかないでください。おい、いいのか。私ストライクかもしれないんだぞ。ここはもう諦めて勝つがないというのはどうだろうか。いやだー。マリサ、オフレコよりストライクの方が強いわ。でしょうね。